どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめるようになるよということで、簡単レッスン動画日々公開しております。今日も始めていくぜ。はい、今日はですね、G ラボウクレレのガズモデル10周年記念限定モデルとシンプル簡単バージョンで、この初めてウクレレを使ってプレイしていき、レッスンスタートしていくんですけど、この初めてウクレレはですね、Amazon で即ゲットできますんで、ぜひチェックしてみてください。さあ、ちょっとお知らせです。はい、このソングブック5、ガズレレの新しい本が出版されました。リットミュージックから、全国の書店さんが起点さんで、Amazon とかで、ぜひゲットしてください。はい、そしてこの本の出版を記念した無料イベント、誰でも参加できますよ。8月8日、あと1週間です。渋谷の HMV&Books で、開催します。これね、もう1時間ぐらいね、もうみんなとワイワイ楽しく、いろんな質問に答えたりとか、もうめくるめく時間を、生み出していきましょう。はい、セッションする課題曲もね、これ決まってます。あいみょんの曲とスピッツとユーミンの曲、あとガズレレソングはですね、もう盛り上がって、もうみんなでセッションしましょうということで、ウクレレ持って集まってください。で、この HMV 渋谷さんで、本を買っていただいたり、電話予約して、取り置きしてもらったりすると、イベント会場の前の方の席に、椅子の席に、数に限りはあるんですけど、優先的に座れて、ガズが本にサインをしますよというチケットをゲットできますので、ぜひね、HMV 渋谷で、本をゲットしていただくのもおすすめでございます。詳細概要欄に貼っとくんでチェックしてみてください。さあ、今日のレッスン入っていきましょう。今日のレッスン課題曲は、この真夏にね、全開で行きたい曲いきます。こちらですと、松田聖子さんの小麦色のマーメイドでございます。1982年のリリースですけど、今聞くとめちゃくちゃおしゃれですから。ものすごいね、おしゃれなんですよ、これ。これシティポップって言ってもいいんじゃないですかね。めちゃおしゃれ。はい。この曲をガズレレ簡単バージョンとかっこいいバージョンと2バージョンでやっていきます。まず最初はシンプル簡単バージョンです。初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている超簡単アレンジでゆっくりやってますから安心ですよ。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはなんつったってグルーブです。すごいかっこいいんですよ、かっこいいバージョンは。これ必見ですからね。リズムがポイントになります。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。今のところでね、ガズレレで楽しく練習してもらっていろんな音楽、自分で生み出して楽しんじゃいましょう。さあ、早速今日のレッスン入っていきます。松田聖子さんの小麦色のマーメイド、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンからゆっくりとやってみる。1、2、3、4。デレンデステテン、デレンデステテン。涼しげな天気、一口のリンゴ酒、うに飛び込むあなた、小指で長キス、ウィンクウィンクウィンク、ココナッツ色の夢「あなたを捕まえておゆきの私」「裸足のマーメイド」「小麦色なの」「デレンデステテン」「デレンデステテン」「デレンデステテン」急に真面目顔でつぶやく、嫌いあなたが大好きなの、嘘よ本気よ、どこ夏色の風を追いかけて、あなたを捕まえて生きるの、私裸足のマーメイド、小麦色なの、好きよ、1、2、3、嫌いよ、りの松田聖子さんの小麦色のマーメイドガズレレ流シンプル簡単バージョンやっていました。すごい、なんて言うんでしょうか。ね、爽やかでおしゃれなんですよね、なんか。で、しかもこの時代に弾いても全く遜色がないどころかですね、さらに輝き増してんじゃないかって感じですね。ぜひ皆さんプレイしてみてください。今のアレンジ聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。主に1番を全部やった後、間奏をやって、2番のサビをやって、ラストのサビみたいな感じでございます。フルコーラスやりたいなという方、まずはこのガズレレバージョンでね、すべての要素が、ここでもう収まっているので練習してもらって慣れてきたら、1番のコードを書き出して2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作っていただけると、全てできると思います。松田聖子さんの原曲はですね、転調といって途中でキーがどんどん上がってるんですけど、それをやると超難しいんで、その転調なしでやるのがおすすめですけどね。はい、ひとまずはガズレレバージョンで練習していってください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレでどんどん合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に演奏できたらすごいと思います。はい、ここまでまず練習していただいて、一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、ガズレレ YouTube を今度一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのってめちゃめちゃ難しいでしょうからね。まず最初はね、楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ても何回も練習して、もう覚えちゃってですね、もうこの夏空の下でこれを歌うとか、海の前で歌うとか最高だと思いますよ。はい。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のガズの演奏はですね、この、ガズノート、もう37冊目です。このね、自分で書いた手書きノートを見て演奏してきました。はい。これです。小麦色のマーメイド。はい。これもうちょっとしたらこのように画面にでっかく映して、みんなもこんな風にやったらいいじゃんということでシェアしようと思うんですけど、今、めちゃくちゃいいサービス。これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた小麦色のマーメイドを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードして、すぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲、以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズレレ、ガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね。あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏を発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るには、やっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいていただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね、概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個。朝7時半から、スタンド FM というところで、ガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日、めちゃくちゃ役立つ、いい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点、概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。小麦色のマーメイド、松田聖子さんの名曲1982年リリースです。ちょっと見ていきましょうか。これちょっと見てもらうとイントロなんですけど、これフレーズって書いてありますね。これタブって言うんですけど、かっこいいバージョンではここにちょっとフレーズを一瞬入れます。はい。ここと、ここにも出てくるんですよ。ここにもフレーズが。同じフレーズです。かっこいいバージョンでここは解説します。シンプル簡単バージョンは今のこの上の段を、4つずつ弾いていったよということでございます。この矢印マーク。今日はね、このリズムの中でこの矢印マークが結構ポイントになります。ちょっとリズムがね、ちょっと面白いリズムなんですね。これかっこいいバージョンでしっかり解説していきます。ここタッターって伸ばすよということですね。で、ここから歌が入っていくんですけど、これね、A メロのメロディーとか結構難しいですよ。これはかなりですね、通な曲でございます。皆さん、小麦色のマーメイド。しっかり聞き込んで練習してください。こんな風に映しておくので、お時間ある方はこの通りに映してもらうといいと思います。基本的には下にこんな風に書いてあるんですよ。これ結構いろいろ違うでしょ。かっこいいバージョンではこの下のコード弾いていきますからね。だからいろいろね、コードも差が出てきます。上の段は簡単バージョンですね。はい。一時停止して書いてください。そして、今ガズクラブで、紹介させてもらったんですけど、ガズクラブでですね、このガズのノートのそのデータをね、ダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効でございます。ガズのノートの特徴は、この歌詞の上にこの点とかこの V がついてるじゃないですか。これがですね、めちゃくちゃ役に立つんです。ちょっとここ、最初やってみましょうか。涼しげなね。ワン、ツー、スリー、フォー。涼しげなできちゃうん。これで点でリズムがわかると。あと歌詞カードの表記にはないこの伸ばすところとかですね。このスペースに対する歌詞の位置関係とかがかなりね、参考になると思いますので、ガズクラブに入っていただいて、この手書きノートそのものをゲットしてもらうのもおすすめでございますが、お時間ある方はこれ写しておくので、このまま書いてみてください。で、さっきも言ったんですけど、ここでもね、ちょっとフレーズ、これと同じのかっこいいバージョンでは入りますと。伸ばすとかね、この辺多いですね。このタタタとかこういうのが結構ポイントになります。はい。シンプル簡単バージョンでこういうのはダダダ伸ばすだけになりますけどね。はい。まずここまで一時停止ね。いいですか？この間奏までいけるか。イントロから間奏まで。はい。いいですかね。はい。そしてここからですね、ここから2番のサビになりますね。2番のサビをやったらもうラストに行くというね。これがガズレレ簡単オリジナルアレンジバージョンになってます。はい。大丈夫かな？これで。はい。ちょっとまずは書いてください。で、この1個のところでもこのシンコペーションマーク、これ、今日これが結構ポイントなんですね。これ後でかっこいいバージョンでのことで解説していきますね。はい、で、ここで溜めて、ここ溜めるんですよ。好きよ、嫌いよからまたイントロのコード進行になって終わるよという、こんなのがね、ガズレレアレンジになってます。さあ、出てくるコード見ていきましょう。かっこいいバージョンで出てくるのは、この F マイナーが一瞬出てくるだけですね。はい。見ていきましょう。はい。C、A マイナー、C7、F、D マイナー、G7、E マイナー7の7つのコードで今シンプル簡単バージョンをやっていきましたと。今映ってるこの7つのコードは超ウルトラ簡単コードの入門コードのグループなんで安心してください。これはね、これです。ガズレレ必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がドッと10個覚えようと思うと、頭ごっちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見て、コード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこと、もりもりでございます。はい、そしたらかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にね、この曲、歌が結構ね、すごい歌い出しとか、めちゃくちゃおしゃれで、ちょっと難しいんですよ。断るタイミングもそうだし、これ、若い頃の聖子さんがこれをね、歌いこなしたっていうのはすごいですよね。すごいおしゃれなんで、聴いてるのとは、ちょっと違う。じゃあ、しっかり聴いて練習してみたらわかりますよ。16ビート、これからかっこいいバージョンで16ビート登場するんですけど、ゆったりした16ビートの中でこの歌のメロディーを気持ちよく歌うの。結構奥が深いと思うんで、その辺をね、確認して、ちょっとやってみてください。かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはね、コードが1個だけ追加 F マイナーです。よく出てくるね、これちょっと押さえづらいこと、ここと、こことここです。こんな風に押さえたり、こんな風に押さえたり、このプレイスタイルによって変えるのがいいと思います。F マイナーはちょっとね、質問が多いんで、F マイナーだけを濃厚解説している動画を概要欄に貼っとくんで、ぜひこの F マイナー、ものにしていってください。したら今日かっこいいバージョンで結構ね、内容盛りだくさんですよ。ひとまず今日出てくるリズムはこちらです。16ビートのチャとカッティングなんですけど、今日はね、もうこれをいきなり紹介します。16ビートのチャがめちゃくちゃいい感じでできる。動画っていうのもこれもシェアしたいですね。この辺のことはですね、概要欄に貼ってあるんですけれども、ウクレレでできるリズムのいろいろという URL をクリックしてもらうと、それぞれのね、16ビートのチャートカッティングの濃厚解説レッスン動画、アップロードされてますんで、ぜひそこを見てですね、リズムものにしていってください。今日はですね、この16ビートのチャートをカッティングが混ざった、すごいソウルフルでファンキーでゆったりなビートなんですけど、シンコペーションというこの矢印マークが出てくるんですが、ちょっとイントロ見てもらいたいんですけど、この楽譜見てください。これ、コード F と F なのにシンコペーションが入ってるじゃないですか。これどういうことかというと、これシンコペーションというのは基本的にはリズムが前にズコンと食い込んでいくよということなんですけれども、ちょっと特徴的な、大きいシンコペーションってガズが言ってるやつなんですね。でっかいシンコペーションです。ちょっとやってみます。イントロこれ表記しておきますね。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、ドン、ドン。はい、今度は Em7 です。ドン、ドン、チャッ、ドン、タッターってなります。今の普通の16ビートのチャって、じゃあ F でいくと、ドン、グ、タカ、ツ、タンダス、タ、タカ、タカ、ドン、タカ、ツ、タンダス。なのがね、ガズレレでは16ビートでチャッて言ってるんですけど、ここのね、ちょっとこう前に行くタイミングがね、違うんですよ。もう一回行きますよ。せーの、ダンダチャッドン、ストダカドンとチャッカダウンで、ドンとチャッカドンみたいな。これが今回この曲のすごいキーポイントになるところでございます。はい。で、ここの、こんな風に表記してあるところと、じゃあ、例えば、涼しげなデイキチェアっていきなりA メロのコード進行ですけど、この C と a マイナーみたいなところは普通なんです。涼しげなデイキチェア。ここは、ドーンですね。d マイナー、d マイナー、d マイナー、C。ドーンみたいな感じですね。で、その次、一口のリング。ここのところは普通の16ビートのチャです。この使い分けがあるんですよ。なので今回はね、この通常の16ビートのチャのところと、大きいシンコペーションで、ドーンとタッドーンと入る2つの、パターンがあると覚えておくといいと思います。はい、そして、今みたいに、進んでいくんですけど、イントロの一番最初にですね、フレーズを入れたいんです。ちょっと一瞬ですけど、タブーを出しますけど、これ簡単ですから。まず最初2弦の3フレット、次1弦の0フレット、次1弦の3フレットです。一瞬弦です。ワン、ツー、スリーってなります。ワン、ツー、スリー、フォーの時に2弦の3フレットから始まる一瞬のフレーズ、イントロやってます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じですね。もうちょっとリズムに乗ります。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じですね。ブパパン、やってみてください。これ曲の中でも、伸ばしてこのフレーズが入るっていうのがあります。ということです。で、あと曲の中ではワンブロックコード4つになったりするから増えますということと、あと、小指で嘆きす、ウィンクウィンクウィンのところは、一回カッティング入るかな。小指で嘆き、止まる。どこのどのか、追いかけてたんと、あなたドーン。はい。ここね、ここのリズムはちょっと今日ポイントですからね。16ビートのチャだけど、でっかいシンコペーション。イントロと同じカッティングということになりますね。ここがご注目です。で、その後いきますね。私、私のか、ここで、0、1、2、5です。A マイナーを押さえたまんま、A マイナーっていうのはここですね。4弦の2フレットを押さえたまんま、1弦の0、1、2、5、このフレーズをちょっと入れたいんですけど、ガズが考えたのは、これね、親指でここ押さえました。ここ、4弦の2フレット。そうそう、簡単にいきます。あるいは人差し指でもいいかも。どっちでもいいですよ。もちろんこのいつもの中指で、でやるといいけど、これちょっとね、中指でやると5フレットがちょっと忙しいんで、まあガズはね、親指でやるといいかなと思った。はい。人差し指でもおすすめです。もっとここをやってみましょうか、もう一回ね。私、今の。0125です。一瞬ですけどね。もう一回やってみましょうか。せーの。私のか、ここ、0275、小麦と、今の、小麦のとこも、だんだん、ちょっだんです。決めです。伸ばす。色なの、ここで、ドタタン、てんで、イントロにまた入っていくという、さっきの、イントロの一番最初のフレーズが登場するということです。なので結構リズムはですね、なかなかすごいですよ。バリエーションがめっちゃ豊かです。で、ゆったりしたこの16ビートで、これカッティングでちょっとファンキーにしたいんですよね。このニュアンスがね、今日一番難しい。今ね、こんな感じでちょっと矢継ぎ早にですね、解説したんですけど、いっぱいあるように思うけど、でも曲自体はめちゃくちゃスローでゆったりしているんですよ。しかもさっきも言ったけれども、この歌がですね、すごい、深いですよ。めちゃくちゃ深い。難しいです。この特に A メロの歌い出しの、涼しげな敵地。ここで D マイナー F マイナーこうとろけるように弾きたいわけですね。このね、とろみっていうんでしょうかね。ガチャガチャしちゃったらこの曲は台無しですからね。ちょっとこう一回深呼吸して、力抜いて、やるのがポイントかと思います。はい。なんかもう歌詞の世界でなんか想像できますよね。80年代前半ですから、ね、まだバブル前夜という感じでしょうかね。これはなんかいい時代ですよね、この辺は。元気になっちゃうっていうか、なんかこうキラキラした時代。そんなのも思い浮かべながら、演奏していきましょう。ゆったりですよ。この曲アクセクしちゃダメですよ。ほんとスローにドンダツダツダツってこの緩やかにやる、これが脱力感キーポイントかなと思います。さあ早速やっていきましょう。松田聖子さんの小麦色のマーメイドガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1 2 3 4小麦色のマーメイド松田聖子さんの夏の名曲やってみました。おしゃれでね、クール、そしていてなんかこうキラキラ感もあってですね、これは最高です皆さん。ただしこれは簡単じゃないですよ。このゆったり感、ちょっと落ち着いたメロウな感じを出すとろみと言いますかね、これがね楽しんでやっていきましょう。はい、お知らせです。先ほども言いましたけど、8月8日渋谷の HMV&Books で誰でも参加できる無料イベント、夜19時から開催です。あいみょんの愛の花とスピッツの魔法の言葉と、ユーミンの真夏の夜の梅とガズレレソングをもうひとまずセッションしますけど、もういろんな面白いコンテンツが盛りだくさんの無料イベント、ぜひ皆さんお越しください。渋谷の HMV で本を買ってくださった方はいろいろいいことありますよということで、概要欄に詳細貼ってきますんでチェックよろしくお願いします。はい、そしてですね、ガズレレではねアプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とかあと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではねウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これねほんとガズレレ楽しんでる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はねこのガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人ももりもりやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに写ってる水引きだとか、こういうのがでもう小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ。ポップに行きましょう、ポップに。はい。そんな感じでね、ガズレールではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もね、どんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい。そんな感じで今回のガズレールレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。